から少しずつ夏に向けて、今こういう土が出ているところは今はもう緑になっています。このように農学は今後の農業の発展、つまりは持続的に日本国民に食品を提供するといった野生動物のことについて系統だって一から全部教えてくれる大学っていうのは日本にはほとんどないです。酪農学園大学の最大の特徴します。アルバイトを、しながら、それと同時に資格の勉強を行ったり、それでは続きまして、イエスに所属してます。出身は大阪府の茨城市で三島高校を卒業しました。サークルはカリウと放牧ネットワークに、所属してます。寒くて、雪の量も多かったり、僕車乗ってるんで、除雪とかもすごい大変だなって思います。大阪では経験できなかったので、印象的でした。北海道出身の西さん、皆さんこういうふうに言ってますけど、北海道やっぱ寒いですか？そうですね、年々雪の量が増えてきてる感じもするので、なんか寒いなって思いますね。改めまして拍手どうぞお願いいたします。皆さん、どうもありがとうございました。ただ、ダウンロードできるようになってます。現在は受験ガイドっていうのを皆様に配布してるんですけども。